皆様こんにちは。今回は、グレイルの購入品の紹介をしていきたいと思います。ちなみにこのメイク取れてないんですけど、カラコンは指原さんのカラコンのオパールで、ピアスはチーノクリスタルのアシメピアスで、リップがバニラコの、ちょっとハングルで読めないんですけど、このティントの RD02 番をつけてます。はい、今回はこんな感じでたっぷり買いました。お呼ばれワンピと、あと普通に春に着たいワンピと、あとね、福袋を買ってみたんですよ。前も買ったことあるんですけど、やっぱレビュー見てると大当たりしてる人も結構いるので、ちょっと私福袋系大好きなので、ちょっとまた買ってみました。どんどん紹介していきたいと思います。まず1点目、これお呼ばれだったかな、ネイビーのワンピース、こんな感じのしっかりきっちりめのワンピースで、半袖でちょっとパフスリーブに、気持ちパフスリーブになってるやつで、横にねプリーツが入ってて可愛い。しかもね、これシワになりにくい素材で大好きです。でベルトもついてます。で私が買ったのが M サイズですね。でしっかりしてるし、丈もね151センチなんですけど、ペタンコでも引きずらない感じですね。でここのウエストの部分がこうギュッてなってないのが好きなんですよ。ここまっさらなやつ、これがねこうギャザーが入っちゃうとお腹ポッコリ見えちゃうので、ここがまっすぐなのが嬉しい。後ろもここもお尻があんまり大きく見えない、ストンってなるタイプで、生地も本当にちょっと重みのあるテロッとした素材なので、これ可愛いんじゃないかと思います。これを買いました。次はブラックの、あこれもねお呼ばれにいいなと思って、これ普通にお呼ばれにいいなと思って買ったんですけど、こんな感じでここがねすごいフリルになってて、なんかここがレースなのもすごい嬉しいし、お呼ばれにすごいいいと思うんですけど、やっぱ腕とか私結構がっしりしてるので、ここがあまりに透けてても恥ずかしいんですよ。なんかだけどやっぱこうやってフリルが大きくって、こう何重にもここ重なり合ってる感じなので、結構ねこの気になる二の腕とかをすごいカバーしてくれるんですね、この何枚もの生地が。それがめっちゃいいなと思って、でこれも前はストンとしてるので、すごく可愛くないですか。これお呼ばれにめっちゃいいの。普通に普通にこれで行きたい。まあお呼ばれ近々予定はないんですけど、で長袖なので気に入りました。可愛い、めっちゃ。次がこれもワンピース、あこれ欲しかったの、こういうキャミワンピ。これ私想像と違った素材、もっと綿っぽい生地なのかなと思ったら、すごいねポリエステルでツヤっぽい生地なんですね。でフリルになってるワンピで、これは私は T シャツとか合わせて着たいなと思って、これベージュもあったんですけど、まあ私はブラックをよく着るので、でここの肩紐も調整できるのが低身長さんにもすごく おすすめです。でこれめっちゃ可愛い、なんかこれそれこそインナーをシースルーのトップスとかやったら、これもお呼ばれとかもパーティーとかでもいけそうな感じのこうツヤっとした素材です。かわゆーい かわゆいめっちゃ嬉しい。はい、買ってよかった。でもう一個、あこれもねお呼ばれ系で着ようかなと思ったベージュのこういうワンピースですね。スクエアネックになってて、あスクエアまではいかないか、ちょっとラウンドのネックになってて、ここもちょっとシースルーになってますね。でちょっとだけマーメイドっぽい形かな。この丈は、まあ、ペタンコだと若干、まあ、ちょうどぐらいですね、151センチで。はい、でこれもねベルト、結構太めなベルトがついているので、しっかりこうウエストマークできるかなと思って、ベージュを着ると 顔色が死にますっていう方が
お呼ばれメイクのリクエストいただいたので、ちょっとベージュを買ってみました。まあこれね、本当にデートメイク、デートファッションとかも良さそうなと思います。めっちゃ可愛い。そして次がドットのこちらもワンピースですね。ドット系ね結構あって、何型か迷ったんですけど、こんな感じで、こんな感じ。ね、しっかり襟が大きめです。で、五分袖ぐらいかな、五分袖ぐらいのワンピですね。こんな感じで、これも前にギャザーが入ってないので、痩せ見えするかなと思ってこれにしてみました。ちなみにほぼほぼ全部ね M サイズを買いました。やっぱ結構 S だとね、グレイルちょっと韓国っぽいお洋服もあるので、そうするとねすんごい細身のものとかもあるので M にしてます。最後トップスかな。トップス1個だけ、あと全部ワンピースです。これはこんな感じの、まあ私が好きそうなウェアネックのフリルのブラウスです。これも多分結構着るかなと思います。可愛いですよね。これも結構しっかりしてて、これもねシワになりにくい素材なので、私の大好きな感じです。ではちょっと福袋も開けていきたいと思います。こんな感じに入ってます。何が入ってんだろう。これはね5点の方を買いました。で全部 M サイズです。で、どんなに入ってるかな。お、早速一番上にバッグが入ってました。こんな感じのショルダーバッグですね。後ろにポケットがついてて、こんな感じのベージュのショルダーバッグが入ってました。使いやすそう。で次これ、おー、ラベンダーニット。ラベンダーか、私苦手なんですよね。こんな感じの結構透け感のある感じのサマーニットまではいかないけど、春に着れるニットですね。これはちょっと難問ですね。で次、ブラウンの T シャツですね。普通の T シャツ、まあこれはインナーで結構着るから T シャツが入ってました。普通のねクルーネックの T シャツで、これは何だ、のかわいいスクエアネックのミニワンピース。あ、これはかわいいかも。これに下デニムとかで履いたらかわいいです。しっかりした素材だし、これ M サイズなのかな、ちょっと大きめな気がする。ちょっと幅がかなり、でもこれ嬉しいね。ブラックはねめっちゃ着るのでね。最後グリーン、あ、パンツかな。お、パンツだ。センターラインが入ってるパンツですね。 M サイズです。テーパードなのかな、テーパードパンツか。結構下がシュッとすぼんでるテーパードタイプのパンツですね。うん、まあ当たりなんじゃないか。これだけちょっと私はちょっとどうかなっていう感じなんですけど、このニット、はい、こんな感じが最近のグレイルの購入品でした。あと福袋も買ってみました。はい、でグレイルはね、初回購入の方はここの、あ、クーポンコードをちょっと概要欄に入れておくので、それを使うと最大確か800ポイントかな、登録の時点で300ポイントで、購入の際500ポイント、まあそれ逆かもしれないんですけど、最大で800ポイントつくので、気になる方はそちらからぜひ買ってみてください。はい、こんな感じでね、ちょっとお呼ばれ、あとね予約アイテムが1点あって、予約アイテムだけ別で発送なので、それもまた届いたらちょっと紹介しようかなと思います。はい、でお呼ばれ系のねワンピースも届いたので、その動画も撮りたいと思うので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。